どうも、実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、なんだっけ、パーフェクトガンダムじゃないや、フルアーマーガンダムがもらえるランクマッチ級ですね。あんまり乗ることないんですけども、とかほぼ乗らないんですけども、デスティニーガンダムに乗ってみたいと思います。一応オールレンジで何でもできるっていう機体、間違えた今下サブですね。機体なんですけども、まあ何でもこう全体的に、あ、すまん味方すまん味方申し訳ない。何でもできる機体ではありますね。ういナイス味方。はい、何でもできる。よし。けども飛び抜けてないっていう機体ですね。はい、非常に味方を殴りまくってますねはい、よろしくないですね。どうしようかな。これはちょっとサポートいける味方を探した方がいいな。よいしょ、3番さん、なんだろう敵は。あ、掴んじゃってる。キューッと、あの機体なんだろう。あ、ユニオンフラッグか。ふい、ふい、当たった。あ掴まれちゃった。はい、特徴はですね、特殊移動になるのかな。3回使える、当たったよ、よし。特殊移動なんですけども、誘導を切ることができるんですよね。無敵とかはつかなかったと思いますけども、敵のロックがね、ロックが外れる、違うな、なんだろう、あの赤ロックとかが外れるのかな。回避と同じような感じなのかな。乗ってなさすぎて分かんないっていうね、はい、おっと、よいしょ、もうちょっと、よし来た。はい、覚醒やって助かりましたけどもね、シーズン負けてましたね今レベル1か、あれ落としたいとこですね。点差も大きいんで、さあ行きましょう。非常にね、人気ある機体の一機だと思います。こっちのは外れてんのかよ。弾が意外と遅いのかな。乗り手の人はちょっと減りましたね。よし、危ねえ。うー、怖え、狙われてる。いて、くそ横からやられてしまった。はい、まあ、ノーマル格闘がね結構優秀だったりするんでね、格闘振っていくのもありかなと思いますけどもね。さあ1番さん戻って、第3落としてほしいんですけど、ダメそうだな。レベル1なんでね、簡単に落ちるんですけど。6000だったっけ、レベル1の機体の強さって。さて、なんかいたな今。バルカンがないんでね、なかなか近寄るの難しいんですよね。あやれだ。どうやって戦ったらいいんだろう。めっちゃ飛んでった。バルバトス、台湾だと厳しいな。見て、しっくった。はい、バルバトス第3形態なんですけど、タイマンだとかなり強いですね。5秒に1回かな、あのブーメラン打てるんでね。また当たってない。ここは引いた方がいいね。あ、勝ちましたね。はい、ということでね、第3結局落とせなかったのはレベル1だったんですけども、
ディスニーガンダムでした。まあそのうち復刻と思います。ストライクフリーダムがね、多分年明けぐらいには出てくるんじゃないかなと思うんでね、それの復刻で多分手に入りますんで、好きな人多いと思いますんでね、ぜひね、チャンスありましたらゲットしてね、乗ってみてはいかがでしょうか。その頃にちょっと修正入るかもしれないですね。はい、低いですね。うん、まあチームの皆さん強かったみたいでね、助かりました。ランクマッチ、大変だと思いますけど、皆さん頑張っていきましょうということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。